春を迎えるために、いつかのその日のために、気合い入れていこう。いつかの春、どうしようもなく出会った私たちは、自分の夢を叶えるためにどうしようもないほど争わなくっちゃいけなくて、何が正しくて何が間違って、考えれば考えるほどどうすればいいのかわからなくなって、どうしてってわかんなくて、世界は途切れてつまずいて泥だらけになって、それでも私たちは天にも見放されて、全力でもいられなくて、それでも私たちは幸せを見失って、笑顔を見失って、それでも私たちはこの山のために、理想のアイドルになるために、それでも私たちは、いつかの春出会った私たちは、争わなくちゃいけないけれど、どうすればいいかなんてやっぱりどうしたってわかんないけど、何でもないような時間を他愛もなく語り合えたこの3人で、せめていつかのその日まで、お願い神様、夢を見ていてもいいですか。時計の針が重なり合って朝が始まる。チリリッと音がして目を覽ました午前の7時半、眠たい目をこすりながらお気に入りの目覚まし時計を止める。ここは私刈谷佳乃が通ってる私立生き若学院の中にある、女子寮の中にある私の部屋。ベッドを降りて少し伸びをし、玄関ドアの郵便受けを確認。今日はまだ何にも届いてないみたい。それからいつもの準備を伝えていく。桜色のスカーフを結んで扉を開けると、隣の部屋から眠そうな声でかよりちゃん、おはようよしの、あ、これ朝ごはんのたい焼き。え、朝ごはんのたい焼き。かよりちゃん、早起きして買ってきたの？うん、昨日の晩ごはんの時の残り。もしかしてお昼ごはんも？お昼はラーメンにしようかな。さすがに1日3食よね。でもデザートはたい焼き。やっぱり1日3回食べてた。あ、カスタード入りのやつね。かよりちゃん、虫歯には気をつけてね。大丈夫大丈夫、だってアイドルだもん。え、アイドルは虫歯にならないんだよ。そうなの？うん、だってアイドルだもん。そんなことを眩しい笑顔で言う、この子は金魚鉢かよりちゃん。カスタード入りのたい焼きが好きな同じ高等部の2年生。アイドルは虫歯にならないんだよ。アイドル、ここアイドル、ここ私立生き若学園はトップアイドルの妖精学校。イエーイ。この高等部に通う私たちは一人一人理想のアイドルを目指して日々レッスンに勤しんでます。イエーイ。だけどインターネットは禁止。それは学業やアイドル活動に専念するため。仕事できないのか、辛いよ。でも頼りはたい焼きって調べてるよ。自己同一化してる。仕事できないのが辛いよ。そんな頼りちゃんといつもみたいに寮の廊下を歩いてたところ、右向きに折り返してる階段を降りてきてる。あやめちゃん、吉野さん、頼りさん、おはようございます。おはよう。おはよう、あやめ。水茎あやめちゃん、学年は一つ下だけど、私は2年生からの編入だから同級生みたいな気持ち。浮かない顔してどうしたの？あ、いえ、昨日また猫さんに逃げられてしまい。やっぱり私が悪いのでしょうか。そんなことないよ。だって猫って気まぐれって言うし。そうそう、たまたまと重なっちゃっただけで、とにかくあやめちゃんは悪くない。ありがとうございます。そんな遠慮がちなあやめちゃんと、お礼は購買のたい焼きでね。いたずらっぽいたよりちゃんと、よしな、よしなさん、今日も一日頑張ろうね。あ、うん、お互いにね。いつかの春、どうしようもなく困った私たちは、自分の夢を叶えるために、どうしようもないほどアイドルを目指して、また次の春を迎えるために、アイドルとしての春を迎えるために、いつかのこの日のために、笑顔で一歩ずつ全力で、その思いを届けられるような、誰かにとっての特別な幸せをみんなで分け合えるような理想のアイドルになるために、何でもないような時間を他愛もなく語り合う私たちは、夢が叶ういつかの日に向かってアイドルを目指していた。私も嬉しいです。